今回は夏のみんな島上陸調査の肌の色めちゃくちゃ焼けてるからみんなブラックって呼ばれたりしてます。この手前側の透明度めちゃくちゃやばくない？みんな島、ここで後ろを振り返ると、あ、沖縄幻のビーチになるっていう呼ばれてる場所です。はい、じゃあね、エントリーはバックロールで入ります。で、本当にね、このガイドの使命感っていうのから全て取っ払われたただのダイバーやなって感じがする。めっちゃ楽しい。あれはみんなわかる？見えた？あそこにいらっしゃるのはカメだ。ウミガメさんだ。気づかれた。挟み撃ちに気づかれた。このまま左に避けていって行けると思ったら気づかれて U ターン。めちゃくちゃ綺麗かった。カメあったな、カメ持ってるぜいや、今ありがとうございます。はい。爆盛りランチ大盤振る舞い。じゃあね、ダイビング、今日は伊原くんのところでダイビングして、その後のね、お店、美味しいご飯を紹介したいなと思います。ちょうどね、この黄色いところがお店やってんけど、そのね、真横に海鮮料理屋さんがあるんですよ。で、こっちで今日はご飯食べていこうかなと思うんで、ぜひ、こう北部に来た時は食べてみてください。大盤振る舞いっていうお店です。めちゃくちゃおすすめなんです。で、ご飯も結構ね、ここは、大盛りの海鮮が食べれる、美味しい海鮮料理食べれるっていうことなんで、ランチ楽しみにしてください。大盤振る舞い。はい、外のね、テラス席でも食べれるから、海上がって濡れてる状態でもお店に来ることができます。はい、あります。 A はあ、 A あります。はい、日替わり。こちらで、はい、6個選んでいただくスタイルなので、6個盛り込んでお出ししますので。なるほど、はい、じゃあマグロ、タコ、サーモン、これはカンパチで、このカジキとこのイダブちゃんは漬けられてるんですよ。醤油漬けにされてる。はい、じゃあカンパチとカジキ、はい、めちゃくちゃありますね。どうしよう。エビかイダブちゃんはどうですか？エビもいいんですか？じゃあエビでエビ大好き。はい、じゃあ伊原くんの分も一緒に。メニューありますね。はい、食券スタイル。すごい、もう見た目がすごい。やばしました。ありがとうございます。めちゃくちゃうまそう。これどうやって取ったらいいんやろはい、いただきます。どうぞ。まあいいや、もうめちゃくちゃうまい。多分さっき回ってたのをもう取ってるはずやから、多分どこかで切れたんやろと思ういや、カジキのね、漬けカジキ。あ、うまっ。うん、うまっ、最高。この値段でこのクオリティはええな。こんな店がうるまにも欲しいわ。大盤振る舞いって、でももう1店舗どっかにありますよね、県内。那覇ラス。あ、那覇に。食べましたー。ごちそうさまです。いや、めっちゃうまかった。いやー。大盤振る舞いおすすめやわ、やっぱり。ネットで見てただけある。ずっと来たかったんですよね、ここ。いいタイミングでしたね、今日。いや、本当にね。ごちそうさまでーす。ごちそうさまでしたー。めちゃくちゃ食いました。はい。大盤振る舞い、めちゃめちゃおすすめなんで、ぜひ、皆さん北部でご飯に困ったら行ってみてください。1180円でこんなにあんねんね。信じられる？はい、っていうくらいのクオリティじゃない。また、次回も動画を見てください。大盤振る舞い行ってみたいなと思った人、めちゃくちゃ美味しそうやなと思った人、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた、安心やー。